3、2、1、わー、あ、まだだった、あと1分だった、あ、まだ、ごめんごめん、まあと1分あった、あと1分あった、あと1分あった、ごめんごめん、5、4、3、2、1、わー、ハッピーニューイヤー2019おめでとう。わー、すげえ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 、激しい。ハマチーパサキング
年始からね、本物のマサキングさんからツイッターの返信あって、めちゃめちゃテンション上がってるパパテラです。というわけで2019年、明けましておめでとうございます。今年1年が皆さんにとって健康でとても幸せな1年になるように願っております。そしてね、パパテラチャンネルも成長できるように努力していきたいと思います。今年の抱負は、抱負はというか守らなくちゃいけないことは YouTube のコンプライアンスですね。しっかりと守っていって、今年は、消えないようにしっかりとやっていきたいと思います。そして皆さんが楽しめる動画を作っていきたいと思いますね。で、今日のねアップデートかな、クイックアップデート、まあ特にないですね。車とかなんか別に特になかったですね。ゴーストックも、まあレジェンダリーモータースポーツもなかったですね。で、アリーナウォーのところにもなかったですね。まあ、ゴーストックのね、割引の航空機とかあるぐらいなので、まあ、お金にね、ちょっと余裕ある人はね、割引のうちにね、買っといてもいいかなと思いますね。でもね、売却するときはね、割引のやつがね、適用されちゃってますので、そんなに高くはなくなっちゃうので、そこは要注意ですね。まあ、欲しい人はよかったら買ってみてください。さて、皆さんはお年玉結構もらいましたかね？どうですか？結構大金を、一度に入手した、グリッチボーイたち、グリッチガールたちもいるんじゃないでしょうか。まあ数万円、それから何十万円ともらう人も、中にはいるかもしれないですけども、それね、マネグリッチと同じですね。まあ一気に使っちゃもったいないので、やっぱり計画的に、まあ半分は貯金するとか、半分は自分の好きなものに使うとかって感じで気をつけてくださいね。まあお金は大切ですね。そしてフレンドさんも大切なので、まあ年始にいろんなフレンドさん、まあゲームの中もね、もちろん大切ですけど、まあ現実の世界のね、フレンドさんとかもね、あとお友達とかにもね、挨拶した方がまあいいと思いますね。まあそんな感じで、今ね、ジョブもね、特にね、2倍はありのもぐらいですね。まあそんな感じなんですね。それからね、GTA のまあグリッチに関しては動画、タイトルとかに、パッチとこの文字ですね書かれているのは修正済みを確認してますので、動画タイトルに書いてある場合はそれはできないと思ってもいいかなと思います。時々できる時もあるかもしれないけどね。で、今これ画面開いているのは放置ジョブですね。これは、グリッチじゃないので、まあ、安心して放置して、お金と RP を稼ぐっていうのがありますね。これ、非グリッチなのでこれもいいですね。説明欄から確認してやってみてくださいね。まあそんな感じで、今現時点でソロマネーグリッチ、一人でお金を稼ぐ、そしてコスチュームグリッチが同時にできるという、まあ物件売却、銀行振込、モッドコスチューム、ソログリッチですね。それがやっぱり2018年に引き続きナンバーワンなので、まあそれね、まあ初めての人、グリッチ初めての人でもまあできるぐらいにかなり難易度は下がってます。簡単になるようになってますね。鳥の操作だけですね。それがうまくいければできますので、よかったらね、やってみてくださいね。現時点ではそれしかできないと思ってもいいかなという感じで、それをね、覚えた方がいいと思いますね。まあそんな感じで、お金稼ぐだけじゃなくても、まあ、コスチュームのグリッチとか、そういうのがね、同時にできるので、面白いコスチューム取れますね。まあこんなね、パンツ一丁のね、コスチュームはね、簡単に入手することできますけど、モッドのコスチュームは、今しかできないかもしれない。いつかはできなくなるかもしれないと思ってやってもいいと思いますね。それから、まあ2018年の最後に流行った性別変更のグリッチも、あれもね、今できますので、それもね、やってみたらいいと思いますね。モッドのコスチュームとか保存してるのは消えちゃいますけど、またすぐに入手できるのを、確認した上でやってくださいね。スペースヘルメットとか緑の強盗バッグ持ってる人はやんない方がいいと思いますね。また再度入手するのが大変になっちゃいますね。まあそんな感じですね。2019年はまあコンプライアンス、これだけしっかりと守ってやっていきたいと思いますね。あとは皆さんと楽しくやっていける YouTube を通して皆さんと楽しめる1年にしたいと思ってます。フレンド依頼はこの下に書いてあるパパテラ1にフレンド依頼送ってくださいね。主にこれでね、ライブとかで皆さんとレースしたりとか、まあ遊んだりとかしてみたいと思います。では今年1年よろしくお願いします。以上です。